ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今そこでドラマの撮影をしていたわよ。それはラッキーな経験をしたな。ちなみに、お気に入りの俳優や女優はいたのか？いたんだけど、なんか態度が想像していた人柄と違ったのよね。逆に、今までなんとも思ってなかった俳優さんがとっても優しげな雰囲気だったのよ。メディアに見せるイメージと実際のものでは、全然違う芸能人も多いみたいだな。霊夢もそんな芸能人にうっかり騙されないようにしないといけないぜ。私に裏の顔なんて見抜けるかしら。魔理沙、もしテレビで見る姿と実際が違う芸能人を知っているなら教えてちょうだい。というわけで今回は、生で見たらイメージと違う芸能人について紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。はじめに紹介するのは、女優やタレントとして活躍する、剛力彩芽さんだぞ。少し前にゾゾタウンの前澤社長との交際が話題になっていたわね。剛力さんはもともとオスカープロモーション主催のオーディション出身だぜ。2008年にはファッション雑誌、セブンティーンのモデルに抜擢され、その後はドラマやバラエティ番組などに出演しているみたいだな。でも彼女、以前から、可愛くないのに事務所にゴリ押しされているって言われてるわよね。確かに2010年から2011年頃は特に、ミスタードーナツやランチパックなどの CM に、立て続けに採用されたぞ。2011年には日経トレンディが選ぶ今年の顔に選出されるくらいだったぜ。お仕事頑張ってる雰囲気はすごく感じるんだけど、何かとバッシングを受けていたイメージね。そんな剛力さんも、生で見るとその評価は一気に変わるんだそうだ。へぇ、どんな風に？とにかくメディアで見るよりもっと可愛い、となるみたいだな。実際に生で剛力さんを見た人の感想は顔が小さい、肌が白い、背が高い、細いといったものがあるぞ。良いイメージばかりじゃないの。剛力さんは不幸なことにカメラ映りが悪いみたいだな。しかし実際に見てみたら、彼女を起用したくなるのも無理はないんだそうだ。ところで、剛力さんって身長が164センチメートルもあるのね。顔が小さいからか、そんなに身長が高いイメージがなかったわ。実は剛力さん、幼い頃からの夢だったモデルになるために、身長を伸ばす努力をいろいろとしていたんだぞ。身長って努力で伸びるものなの？ちなみに、どんなことをしていたのかしら。朝起きて一番にジャンプをする、牛乳を一日一本飲むなどだぜ。どれも迷信っぽいものばかりね。しかしその努力の甲斐あって、父親の身長165センチメートルに迫る164センチメートルまで成長したんだぞ。母親と妹は身長150センチメートルほどだというから、割と小柄な家系みたいだな。それは確かに頑張ったわね。生で見たら激川な上に努力家なんて。事務所にゴリ押しされてるなんてもう誰もネタにはできないわ。アンチも黙らせてしまうくらいの容姿の持ち主だというから。彼女を嫌いな人ほどぜひ生で見てもらいたいものだぜ。次に紹介するのは、俳優の佐藤浩市さんだぞ。父親があの昭和の名優、三國連太郎さんなのよね。でも佐藤さん、60歳を過ぎた頃から一気に白髪になったりして、めっきり老け込んだ印象だわ。白髪自体は、父親からの遺伝で50代の頃から多かったんだそうだ。そしてメディアでも圧倒的な存在感を見せる佐藤さんだが、生で見た時もさらにすごいみたいだな。一生に一度でいいから、こんなイケオジに直接会ってみたいものだわ。実際に佐藤さんを生で見た人の感想としては、オーラがすごい、色気がやばいといったものだぜ。あれだけの俳優さんなんだから、当然よ。さらに、プライベートでスーパーに立ち寄っている佐藤さんの目撃情報もあったぞ。スーパー？あの佐藤さんが？実は佐藤さん、俳優の時のイメージとは違って意外にも家庭的な一面があるみたいだぞ。そういえば、お子さんっているのかしら？佐藤さんは二度結婚していて、前妻と現在の妻との間にそれぞれ一人ずついるんだそうだ。ちなみに、現在の妻は広田レオナさんのいとこである舞台女優の広田彩子さんだぜ。あ、その現在の奥さんとの間の子が、今俳優として人気急上昇中の寛一郎さんね。佐藤さんは寛一郎さんの活躍をとても嬉しく思っていて、親子共演もしているぞ。子煩悩な一面もあるのね。さらに佐藤さんは、2018年からフレンドホームという里親制度で、小さな子供たちの援助をしているんだそうだ。フレンドホーム？初めて聞いたわ。週末や長期休みなどといった短期間の間、普段は施設にいる子供たちを自分の家庭で預かる活動だぞ。もともとはチャリティー活動やボランティア活動をしていた、現在の妻に誘われたみたいだな。佐藤さんって仕事に対しては厳しいかもしれないけど、子供への愛情は深そうね。夫婦であの子の好きな果物を用意しておいてあげようと話したり、施設への送迎も佐藤さん自らするんだそうだ。素晴らしい活動だわ。佐藤さんは俳優としての一面しか知らなかったけど、こんなに素敵な人だったなんて。続いて紹介するのは、三代目 J-Soul Brothers from Exile Tribe のボーカル、登坂宏臣さんだぞ。最近ではソロ活動も盛んにしていたわね。
2022年以降は全ての名義を、それまでソロ活動で使用していた。鬼で統一しているんだそうだ。甘い歌声がとっても素敵なのよね。その整ったルックスも女性に大人気だぜ。ちなみに、本名のヒロミというのは、あの名作、ロミオとジュリエットから取ったみたいだな。名前の由来まで素敵なのね。しかしそんな登坂さんも、一部の SNS などでは、顔がでかい、太ったなどと言われていたぞ。確かに2020年から2021年の間は少しふっくらしている印象ね。だが実際に登坂さんを生で見た人の感想は、というと、別に顔はでかくない、一般的なサイズ、スタイルいい、かっこいいオーラがすごい、といったものばかりだったぜ。世の女性たちはメロメロだわ。顔の大きさに関しては、隣に並ぶことの多い今市隆二さんが、小顔すぎる、ということもあるみたいだな。確かに、今市さんってシュッとしてるものね。また、他の人の感想では、今市さんの方が好みだったけど、生で見たら断然登坂さん、というものもあったぜ。登坂さんの方が生で見た時のイケメン具合がすごいのね。またテレビ映りが悪い、とかかしら。登坂さんのような、どちらかというと薄い顔で華やかのラインが綺麗な人は、テレビ映えしづらいみたいだな。だが、生で見るとこんなに綺麗な人だったなんて、となるわけだぜ。登坂さん、一つ一つのパーツを見るととっても整っているものね。BTS の J-HOPE さんも、実際に見た人はその美しさに圧倒されるそうよ。おでこや鼻のラインが綺麗なところが共通しているぜ。また、登坂さんの顔は歌舞伎向きかも、とも言われているんだ。本当だわ、歌舞伎メイクが映えそう。ちなみに、最近のライブで登坂さんはファンとこんなやりとりをしていたぞ。どんなのかしら？登坂さんは挨拶で、僕が登坂ひろみです。実際生で見るとそうでもないでしょ？と言っていたぞ。自虐ギャグなの？それを聞いたファンは、当然、そんなことないよ、実物の方がかっこいいよ、と声援を送ったぜ。登坂さんも、ああこれは、実物の方がかっこいいってことでいいですかね？と返していたぞ。登坂さん、これはわかって聞いてるわね。もしかして、なかなかのド S？ そんなところも、ファンにとってはたまらないところみたいだな。続いて紹介するのは、関ジャニ∞のメンバー、丸山雄平さんだぞ。今となってはそのグループ名の存続も危ういけどね。ここでは2023年10月末現在の情報のままで行くぜ。丸山さんって、いつもニコニコしていていい人っぽそうよね。メンバー内ではムードメーカー的存在だし、テレビでギャグを披露することも多いんだぜ。そんな丸山さんも、実際に見ると、とにかくかっこいい、美しいと評判なんだそうだ。美しい？あんまりそんなイメージはないかも。しかし霊夢、丸山さんの顔をよく見てほしいんだぜ。どことなく色相推計イケメンな気がしないか？まあ、どことなくね。また、丸山さんはグループでバンド活動をするとき、ベースを担当しているぞ。実はその腕前がプロのミュージシャンも認めるほどのものなんだそうだ。そうだったのね。人気バンド岡本図の浜岡本さんや、東京事変の亀田誠二さんも、実力に太鼓判を押しているぞ。そうそうたるメンバーに評価されているのね。みんなテレビで見せる柔らかい雰囲気と、ライブなどで見せるかっこいい姿のギャップにやられちゃうってわけか。次に紹介するのは、俳優として活躍中の大泉博さんだぞ。演劇集団、チームナックスの一人としても有名よね。安田顕さんや弟拓馬さんも素敵だわ。霊夢はなかなか渋めも好みなんだな。そんな大泉さんは、実物を見ると、背が高い、スタイルがいい、と評判なんだぜ。あんまり身長が高そうには見えないけど、178センチメートルと、なかなかの高身長だぞ。意外に小顔だから、それでスタイル良くも見えるのね。しかし1999年に最高視聴率 18.6% を叩き出した。水曜どうでしょうのイメージが強すぎるみたいだな。あの伝説の深夜番組ね。毎回報復絶倒で、私は最初大泉さんのことを芸人さんだと思っていたくらいよ。逆に今の俳優の姿しか知らない人から見たら、水曜どうでしょうでの大泉さんを見たら衝撃を受けるはずだぜ。よくあの番組から、今の地位まで上り詰めたわね。だからこそ、大泉さんが、実は高身長でスタイルが良いなんて思わないのよね。また、大泉さんは、声がいいというファンからの声もあるぞ。確か千と千尋の神隠しとか、レイトン教授シリーズでも声優をやっていたわね。声がいい上に演技力も高いから、どの役も評判だぜ。それに、実はスターダストレビューとコラボして、CD デビューもしているんだそうだ。そうなの？オリコン最高10位も記録し、ミュージックステーション出演も果たしたみたいだな。水曜どうでしょうでは上の人からも可愛がられてるし、ドラマにバラエティに引っ張りだこだし、この先も活躍が楽しみな人ね。次に紹介するのは、元乃木坂46メンバーの、生駒里奈さんだぞ。一時期センターを張っていたくらいの人気メンバーだったわね。でも正直、そんなに可愛い、とは思ったことないのよね。
そんな生駒さんも、実際に生で見た人からすれば、可愛すぎ、という評価になるんだぜ。ええー、そうなの？生で見た人たちは口々に、肌が白い、華奢、目が大きいと言っているみたいだな。生駒さんって、そういえば秋田出身だったかしら。やっぱり雪国出身の人は美白なのね。まあ雪国は日照時間が短いから、自然とみんな美白になるだけらしいぞ。そういう夢のないことは言わないで。ちなみに、彼女は身長が153センチメートルしかないんだそうだ。でも乃木坂でセンターだった時はなかなか存在感があったわよ。それは彼女がセンターとしてたくさんの努力をしてきたからなんだぜ。他に大勢のメンバーがいるのに、なぜか目が行くメンバーだったぞ。さすが、センターを張るだけの実力者ね。そんな生駒さんのことを、彼女のファンは、小さな巨人、生駒里奈と呼んだりしているんだそうだ。ファンにとても愛されているのね。次に紹介するのは、俳優の工藤飛鳥さんだぞ。確か福岡ソフトバンクホークス元監督、工藤公康さんの息子さんよね。そうだぜ。工藤さん自身はずっとテニスをやっていて野球の経験がなく、その腕前はプロを目指すほどだったんだそうだ。さすが、スポーツ選手の子供は違うわ。ちなみに以前始球式に登場した際、野球未経験ながら 114km 毎時を計測したみたいだな。お父さんも鼻が高かったでしょうね。そして、そんな工藤さんを実際に生で見た人たちからはこんな声が上がっているぞ。どんなどんな？テレビで見るよりイケメンでびっくりした、めちゃめちゃ顔整ってるだそうだ。確かに、よく見ればイケメン。清潔感もあるわね。他にも好感度しかない、高青年すぎる、優しかったなど、高評価ばかりだぜ。イケメンで優しくてスポーツ万能。恵まれすぎ。工藤さんを間近で見た人の中には、今まで全然注目してなかったけど、ファンになった、という人もいるんだそうだ。これは生粋のモテ男だわ。でも、なかなかテレビで見る機会がないのが残念ね。これまで出演してきたのは NHK 大河ドラマ、八重の桜や、ルーズベルトゲームなどくらいしかないんだぞ。あとは2018年から約3年間 ZIP で水曜パーソナリティを務めていたぜ。最近の工藤さんは何をしているのかしら。実は、山梨県北杜市で農業をしているんだそうだ。まさかの農業男子？工藤さんは農業大学を卒業しているみたいだな。もともとは体作りに熱心だった父親と、それを食事面で支え続けた母親の姿に影響されてのことなんだそうだ。幼い頃から食事や野菜に深い興味があったのね。そして2021年からは、週に1回程度農場に通うという通い農業をしているんだぜ。俳優やタレントの仕事と兼業しているのね。仕事もそれ以外のことも一生懸命やる男。素敵。次に紹介するのは、女優やタレントとして活躍する、上戸彩さんだぞ。上戸さんを嫌いな人っていないわよね。三児の母として育児もしながら、現在も抜群の好感度を持っている人だぜ。上戸さんは裏表なさそうだから、生で見ても特にイメージの違いはなさそうだけど、性格や雰囲気の点では、メディアも生で見た時も大きな違いはないみたいだな。明るくて優しそうなイメージよね。実際に上戸さんと話したことがあるという人も、誰にでも気さくで分け隔てなく接していた、と話していたぞ。それじゃあ、まさしくイメージ通りよね。ところが、実際に生で上戸さんを見たある男性が、めちゃめちゃ化粧が濃いと言っていたんだぞ。ええ？でも撮影や野外のイベントとかだと、がっつりメイクしないと崩れちゃうしね。特に一般の人に見られるような時だったら、なおさらよ。それにカメラ写りを良くするために陰影をはっきりさせたメイクだと、特に男性には馴染みがなかったかもしれないぜ。最後に紹介するのは、女優の土屋太鳳さんだぞ。最近結婚して出産もされたわね。土屋さんはもともと、SNS などで、この程度、どこにでもいるんじゃないの？と言われることが多かったんだぜ。つまりそんなに可愛くないって言われてたってことよね？なかなかひどい言われ方ね。ところが、実際に生で土屋さんを見た人の評価はまるで逆なんだぞ。土屋さんがいたたまれないから、ぜひ教えてちょうだい。その評価というのが、顔が小さい、華奢でスラッとしてる、キラキラしてるとか。おお、大絶賛じゃない。ネットでの噂は全くのデマで見る目がすっかり変わった。これまでに生で見て一番感動したのは土屋太鳳なども。やっぱりテレビで見るのが全てじゃないのね。それにしても、どうしてこんなにメディアでは評価が低いのかしら。土屋さんは身長が153センチメートルと低めで、しかもなかなかにたわわなものをお持ちなんだぜ。それで幼児体型というか、肉付きがいいように見えちゃうのかしらね。実際はとてもメリハリのある体をしているんだぞ。大学の時に舞踊を専攻していて、運動神経もいいものね。アクションだってこなせるし。映画流浪に剣心や今はの国のアリスでのアクションは見ものだったぜ。実際はとても努力をしていて美しい人なのね。ということで、生で見たらイメージと違う芸能人を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。